ヒューンって冷めちゃったあ、でもあれキャラクターは EV でした。なんか性格みたいなやつ。はい。アベハザード面白いんだ。あ、ニーハオ、すごい。海外の人も蕎麦は好き。ちょっと待って、このさ豆腐たち冷やしてくるね。はい、大変失礼しました。ちなみにこの T シャツはね、ジェーンスミスっていう前イヤリング紹介した時にそこのブランドの T シャツで、このパンツがさあれなの、西海岸で買った、なんか1200、西海岸の中では多分ちょっと高い方だと思う、1200円ぐらいするパンツなんですけど、めちゃくちゃいい、色かわいいし、古着はかわいいよね。あ、そうパンツ、そうだよ、西海岸のだよ。ここはそうリビングです。普段料理します？普段ね、料理しますあ、しますって言い切っちゃよくないね。なんか気分、結構気分かな。うん、炎の消防隊知ってます、知ってます。うん、ワンちゃん見して、ワンちゃん、はーい、ガムちゃんです今日はね土曜日だからね、みんなお家にいるでしょ私も、各位私もお家にいる。さっきその動画アップした時の洋服、あれを撮るためにわざわざ着替えたんだけど、え、めっちゃこれから出かけそうな格好してるじゃんってすごい突っ込まれて、いや違うんだよって、なんかきちんとした動画だからちゃんときちんとした洋服着なきゃと思って着たんですけど、なんかちょっと逆効果だったかもしれない、悲しい。TBS のドラマ再放送何が見たいですか？いや、それはアンドロイドでしょ。スマホゲーは何しますか？今スマホ見ようと思ったらこれで使ってるから全然見れないわ。あ、でも意外と数独が好き。スマブラやりますか？スマブラはもう本当に弱いっす。申し訳ないけど、あのね、ゲーマーって思われてるかもしれないけど、ゲームは好きだけどゲームが上手いわけではない。編集慣れましたか？慣れたんですよ。だってさっきのさ動画もあれ撮って1時間ぐらい、もう字幕入れるだけだったから結構ねすぐできるようになってきて、もうだんだん文字打つのが楽になってきました。あとすごいね、1,2,3 のこの小指からやっていくスタイルすごい突っ込まれました。変かな、 1,2,3 なの。でも 1,2,3 なんか 1,2,3 ってお親指入ってないからすごい半端じゃない、手のさ2本目の指から行くからすごい半端だと思うの。だったら私はもうこう行きたい、まあ、かこう、でもこうはなんかちょっとカッコつけてるからやっぱこうかなっていう、まあ、ちょっとどうでもいい話ごめんなさいね。あ、小日向ありがとうございます。最高でしたか？嬉しい。いや、よかったよかった。スプラはね、あのローラーでやってたよ、こうベシャンって潰すね、ローラーでやってました。はい親指から数えるんだ。スクショタイムくださいって何？スクショタイムがいるの？いいじゃん、いつでも動画で見れるから。ありがとう、絶対レードのおだぎり、ありがとうございます。そう、絶対レードもね終わりましたね。台本あり、読める？ほら、なんて言ったってここはお家ですから。大変だった絶対レード。11月末くらいから入って結局終わったの3月の半ば過ぎでしたからね、後半かだったから長かったな。あ、5時になった暗くなってきましたね。ちょっと今なんだろう、日光だけでこの光支えてるから、暗くなったら多分このインスタライブ終わります。はい、くんじゃないよ、翼ちゃんだよ。お疲れ様です、ありがとうございます、いつも。はい、あ、絶対レード、ありがとうございます。あ、すごい嬉しい、ありがとうございます。いや、ほんとね、いろんな人たちに見てもらえて幸せですよ。あ、ラジエーションハウス見てるの？ラジハやってる？再放送とかで。あ、これからバイト、いってらっしゃい、気をつけてね、ほんとに。超速 GP ってスマホゲームおすすめ？今私もスマホこれに使ってるからメモするものがないんだよね。他に好きなブランドありますか？でも意外とブランドっていうか、意外と
ユニクロのだって私あの動画のそのさっきあげた YouTube の動画の服ユニクロです。めっちゃ安かったあのワンピース、でも超可愛かったんですよ。ファッションのインスタライブ初めて見ました、ありがとうございます。どうぞごひいきに。スバちゃんは何系のゲームが好きですか？やっぱでもデッパイはずっとやってるよ。デッドバイデイライトと、なんだろう、あーでももともと RPG が好きだったよ。ドラクエシリーズはやっぱ全部好きだし、テリワーンとかもう iPad で落としてあるから飛行機乗ってる時とかよくずっとやってた。フライト、長いフライトの時とか。春服シリーズ見たい。やります。じゃあそれの動画も撮らんとね。今は撮影とかもディスコモードなんですか？今結構そういう映像の作品とかは自粛に入ってるし、自粛に入ってないところがあったらそれはそれでかなりやばいですね。うむ、立ちっぱなし大丈夫？ありがとう、優しい、大丈夫です。 PUBG はやんないな。でもあれコットのウォーゾーン買ったよ。買ったってかダウンロードしましたよ。あとは絶対レードのチームでどんな話をしてましたか？なんだろう、でもやっぱりシーズン2だったからすごくみんな仲良くって、ふうくだらない話してて、またお菓子食べんのとか、今日の昼ご飯何にしようかとか、みんなで食堂行く時とかそんな話してました。うん、株売れないよ、売れないわ、売れないわ。もう今かわいそうなことになってるよ。とりあえずでも売ったわ、42ビルで。あつ森ライブしてほしい。恥ずかしいな、トマトプリッツと見せる日が来た。いやいや、まあまあまあ、まだまだ早いよ。うん、こんにちは。ビーズ語ってビーズなんだけどね、まず発音からいくと。やっぱね、あの2人のセッションが最高よね。曲もさ、どれ聴いてもこう自分をね奮い立たせてくれるものだったり、こうしっとりしつつもまたやっぱり立ち上がらせてくれるものだったり、やっぱねこう自分がちょっと下向いている時にこう前を向けさせてくれる、上を向かせてくれる、そんな曲が多いのがビーズです。はい、ありがとうございます。こんにちは、みんなちゃんとこんにちはって言ってきてくれるんですね。ありがとうございます。こんにちは。へえ、何リストを見る、へえ雰囲気最高やん、ありがとう。じゃあもうでもそろそろ語ることもなくなってきたんだけど、どうする？ガルボ一応ご味食べていい？ダメ？食べない方がいい？暗くなってきたな。アモーハはねやってません、最近ごめんなさい、全然やってないの。ラージャンぐらいからあんまやってないの。あげるよ、もうガルボ食べる。好きなお菓子ガルボ、トマトプリッツ、うん、最高に美味しいね。もしでも正直他人のインスタライブを見たことないから、みんなインスタライブで何やってるか全然わかんないんですけど、でももうそろそろお開きかな、暗くなってきたしね。吉祥寺ね、まだ好きよ、まだ好きっていうかこの前も行った、あの本当にパルコの1階のたこ焼き屋さんがめちゃくちゃ美味しいです。ビーズは、ビーズじゃない、パルコ、吉祥寺は失敬しました。あーガルバ抹茶派？あー、いや私はやっぱいちごよ、いちごなのよ。普通のに戻って結局いちごに帰ってきた感じでしたね。ん？翼ちゃんに似てるって言われた、ありがとう。あ、全然関係ないけど髪をね切ったんですよ切った、まあもう伸びてるけど、でも今だんだん暗くなってきたから髪色も明るくしたのにすごい暗く見えるわ、残念。うん、グッキャンドクリーム派、結構コアだね。あ、メルティーキスは美味しいし、この時期だとちょっとあのお菓子の町岡で安く売ってたりするからいいよね。ちょっと牛乳飲んできていい？
失礼しました。牛乳飲んできた。あってチョコには牛乳じゃない。チョコとオレオにはさ、やっぱ牛乳かなって思うのよ。申し訳ない。ハイキューね、見てないのよ。漫画の話します。ちょっと待って、ガルボ食べちゃったから。髪はね、アッシュ。ヒゲついてないか心配。牛乳飲むとここに白いのつくじゃん。漫画ね、この前漫画談義っていう動画を出したんですけど、全然あれじゃ語り足りてないよ。なんかちょっと悔しいなって思った。もういやいや、私もっと違うの好きですけどっていうところもあるし、もう最近好きな、まあこれはね、漫画談義はまた動画出すかな。結構好評ではあったんだけど、またいつかのタイミングで出そうかなとは思ってるんですけど、あのね、あれやっぱキングダム面白いよね。キングダム今熱いよ。キングダムなんかさ、キングダムってもうどこの巻から読み返しても大体戦ってるから、これって今何の戦いなんだっけなって思うんだけど、もうどの戦いにもドラマがあってさ、夢があるのよ。それがすごく面白くて、あとやっぱシンの成長があったり、やっぱそのシンがその隊長を務めてる兵隊のみんなの成長があったりとかして、もう最高に面白いんだよね、あの漫画って。だし、キングダムはね、私いつから読み始めたっけな、まあ、結構前から読んでるんですけど、やっぱこう男子の友情っていいよね。生とさ、真のなんか、あとやっぱスリーマンセル系が好きだから、キングダムって最初スリーマンセルなのよ、一番最初ね、あの画廊店とさ、真とな、そういうのも好き。あとは王様ランキングって漫画があって、それもねめちゃくちゃ好きなの、めっちゃ面白い。で、まあ、ちょっと少女漫画も入れようかなって思った。あのね、セブンシーズっていう漫画があって、それがまためちゃくちゃ面白いからぜひ読んでほしい、セブンシーズさん。うん、あとは何かな、まあ、青ハライドで、ハガレンだってもちろん見てる、読んでるし、ジャングルはいつも晴れの授業だって読んでるし、なんかいっぱいおすすめはあります。だからそれはまた今度紹介しますね。じゃあそろそろ終わろうかな。ありがとう、たくさんコメント。飛信隊だわ、最悪のミスしたね。飛信隊、もうみんなのコメントが来るのがちょっと遅いよ、悔しい。飛信隊ね。ということで本当に今日もありがとうございました。みんなお家で楽しめることいろいろやってね。バイバーイ。はい。